それでは今回は人を説得する12原則ですよ。やっていきたいと思います。人を説得する12原則、第1原則目は議論を避けるです。これ来ましたね。実はここに出てくる下りが私の心をぐっと掴んで離さないんですよ。それだけ感銘を受けた下りであって、この本の中で私が一番ためになった話でもありますね。これはデール・カーネギー本人の体験話であるみたいなんですけれども、ある日デール・カーネギーはパーティーの席にいたみたいですね。テーブルで話している時に、ある人が、人間が荒削りをし、神様が仕上げをしてくださるという引用句の話をし始めたみたいなんですよ。で、その男性はその引用句を聖書から来たものだということを言っていたみたいなんですね。しかしそれはシェイクスピアから来たものだったんですよ。そこでデール・カーネギーは言うわけですね。いや、それは聖書じゃないですよって、シェイクスピアが言ってた言葉ですよっていうことを言うんですね。するとその男性は反論してくるんですよ。何？シェイクスピアの文句だと？そんなはずはない、バカバカしい、聖書の言葉だよ、これだけは間違いない、大層な剣幕で言ってきたみたいですね。で、その男性はデール・カーネギーの右側に座っていたみたいなんですけれども、左側にはデール・カーネギーの友人ガモンドっていう人がいて、そのガモンドっていう人がシェイクスピアに関して長年研究をしてる人だったみたいですね。そこでそのガモンドの意見を聞くことになったみたいですね。するとガモンドが言うわけですよ。デール、君の方が間違っているよ。あちらの方の方が正しい。あれは確かに聖書からだよ。ということを言うんですね。そして、その晩ですね、パーティーの帰り道でデール・カーネギーはその友人ガモンドに聞くわけですよ。ガモンド、あれはシェイクスピアの言葉だろう。君が一番よく知ってるはずじゃないか。もちろんそうさ。ハムレット第5幕第2話の言葉だよ。だがね、デール、僕たちはめでたい席に招かれた客だよ。なぜあの男の間違いを証明しなければいけないんだ？証明すれば相手に好かれるかね？相手のメンツのことも考えてやるべきだよ。まして相手は君に意見を求めなかっただろう。君の意見など聞きたくなかったんだよ。議論などする必要がどこにある？どんな場合でも議論は避けた方がいいんだ。というふうに言うんですね。で、デール・カーネギーは言いますよ。この友人は私に生涯忘れられない重要な教訓を教えてくれたっていうことを言うんですね。で、ここで合わせて重要なことも言ってるんですね。議論とはほとんど例外なく、双方に自説をますます正しいと確信させて終わるものだ。議論に勝つことは不可能だ。だってそうじゃないですか。もし負けたとしたらそのまま負けたんでしょうし、たとえ勝ったとしてもですよ、こちらが正論で相手が反論できないぐらいにですね、もう議論でもうめっためたに勝ったとしてもですよ、やっつけられた方は劣等感を持って自尊心を傷つけられて憤慨するものなんですよ。そして自説をますます正しいと確信させるだけのことなんですよ。だから言うわけですね。議論に負けてもその人の意見は変わらないっていうことなんですね。あとこんなことも言っていますね。釈尊曰く、釈尊、まあつまり釈迦、お釈迦様、まあブッダのことなんですけれども、憎しみは憎しみをもってしては永久に消えない、愛をもって初めて消えるということですね。つまり誤解というのは議論をもってしてでは永久に解けないんですよ。起点、外交性、いたわり、慰め、そして相手の立場になって同情的に考えれる、そういった思いやりをもってして初めて解けるということも言ってるんですね。はい、それでは人を説得する1原則目まとめますと、議論に勝つ唯一の方法として議論を避けるということですね。人を説得する12原則、第2原則目は誤りを指摘しないということですね。わかります、わかりますよ。一つ目と同じようなことじゃねえかっていうことですよね。わかります。ちょっとお待ちください。とある工場のお話なんですけれども、その工場の責任者があるタイミングで大幅な改善が必要だというふうに思ったみたいですね。そこで重役を集めて会議をするんですよ。で、問題点を挙げていって
そのためにこうした改善が必要ですよというプレゼンテーションを行うわけですね。しかしそのプレゼンはですね、うまくいかないんですよ。重役たちのですね、賛同がうまく得られなかったんですよね。そこでその工場の責任者は考えるわけですね。デール・カーネギーの講習会に来てるような人ですから、そのコミュニケーションのやり方についてですね、少し勉強していたんですよ。誤りを指摘することをやめようっていうことにするんですね。で、重役の人たちを集めてですね、もう一度会議をお願いすることにするんですよ。今度は参加者に問題点を探し出してもらうようにしたみたいですね。自分たちが挙げた問題点について話し合ってもらうと。そして彼らにもその問題点についての改善案を出してもらいつつ、タイミングを見計らって自分の改善案も提案するという流れで、徐々に調整していって、最終的にはですね、みんなが賛成するようになったっていう話ですね。なのでやり方次第では同じ問題点であるはずなのに違う結果を導き出せるということなんですよね。はい、第2原則目のまとめとしては、相手の意見に敬意を払い誤りを指摘しないでした。人を説得する12原則、第3原則目は誤りを認めるということですね。これもデール・カーネギーの体験談みたいなんですが、ある日犬の散歩をしている時に警察官が来て注意されたみたいですね。靴輪もつけずに犬を放すとは何事だ、法律に違反していることを知らないのか。そこでデール・カーネギーは言うんですよ。はいはい、よく知っています。しかしあの犬は人に危害を加えるような犬ではありませんので大丈夫と思ってしまいました。思ったとは何事だ、君がどう思うが法律は変わらんのだ。君の犬はリスや子供に噛みつくかもしれないではないか。今日のところは見逃すが、次にこういうことがあると裁判所に行ってもらわなくちゃいかん。でデール・カーネギーは以後気をつけます、すいませんでしたっていうふうに言うわけですね。でデール・カーネギーは数日の間約束を守って犬に靴輪をつけてですね散歩するんですけれども、やっぱり犬も嫌がってですね、自分も強いてはめたくないので、やっぱりそのまんま靴輪もつけずにですね散歩しちゃったみたいなんですよね。それから数日してやっぱり警察官に見つかってしまうんですよ。これはいよいよ面倒なことになってきたということで、デール・カーネギーは先手を打つんですよ。とうとう現行犯で抑えられてしまいましたね。いや、私が悪いです。何も言うことはありません。先週あなたから二度とこういうことはないようにと、もしあれば罰金だぞということを言われてますから。すると警官が言うんですよ。まあ、あたりには人もいないし、まあ、こんな小さな犬のことだから、つい話してみたくなるのも人情だろう。今度はですね、穏やかな口調なんですね。デール・カーネギー、全くその通りです。しかし、法律は法律です。それにリスに噛みつくかもしれません。するとですね、警官は、それは君考えすぎだよ。じゃあこういうことにしよう。あの坂の上まで行って話してやるんだよ。そうすれば私の目は届かないからね。これで万事解決だ。どうだ？ということなんですね。だから警官も人間だっていうことなんですよね。デール・カーネギーが自分の罪を認めた時、その警察官の唯一の自負心を満足させる方法というのは、デール・カーネギーを許して太っ腹なところを見せるところだったのだということなんですね。だからこれも一つ目の議論を避けるに通ずる部分があるとは思うんですけれども、つまり自分の誤りを認めさえすればそこに議論は成立しないんですよね。議論がもう存在しなくなってしまうんですよ。だからことわざにもあるじゃないですか、負けるが勝ちってやつですね。はい、それでは人を説得する第3原則目、まとめますと、自分の誤りを直ちに心よく認めるということですね。人を説得する12原則、第4原則目は穏やかに話す。ここでロックフェラーの話が出てきますね。アメリカ産業史上稀に見る大ストライキがあった時のことだったみたいです。そこでロックフェラーが穏やかに話したみたいなんですよ。要はロックフェラーがみんなの前で演説をする前に少し工作はしたんですけれども、だから主だった代表者の家を訪問して歩くんですよ。それからの演説の中で穏やかに話すわけですね。
そこにはですね、我々共通の友情だとか、我々共通の利害だとかですね、そういった言葉を選んで穏やかに話していくんですよ。そしてこの歴史に残るような大ストライキを見事収めたみたいですね。だから言うんですよ、もしロックフェラーが別の方法をとって議論を交わして事実を盾にとって、間違いは労働者側の方だぞと、彼らの誤りを理論的に証明しようとしていたらどうなっていたかと、それこそ火に油を注ぐような結果になっていたことは間違いないだろうということですね。だから相手と同じ熱量でもってこちらも対応すると、もう大変なことになってしまうんですよね。だから穏やかに話しましょうっていうことなんですよ。はい、人を説得する第4原則目、まとめは穏やかに話すでした。人を説得する12原則、第5原則目はイエスと答えられる問題を選ぶということですね。まあ、この話はですね、実際によく言われている話でもあると思うんですけれども、要は人というのは一旦ノーと言った以上、それを翻すのは自尊心が許さないみたいですね。たとえそうなったとしても、自尊心を傷つけるわけにはいかないので、やはりですね、言い出した以上はそれに固執する傾向があるみたいですね。同時に人間というのは本気でノーと言った時にはですね、いろんなことをしてるんですって。単にその言葉を発しているだけではなくて、同時に様々なことをやっているっていう風に言うんですね。つまり各種の分泌腺、神経、筋肉などの体の組織全体を上げて一斉に拒否体制を固めるみたいなんですよ。ところがイエスという場合はこの現象は起こらないみたいですね。体の組織全体が進んで物事を受け入れるようなオープンな状態になるみたいですね。だから初めからイエスと言わせる方向に持っていくことが大切であるということを言ってますね。ここではこんな話がありますね。ある銀行員の話なんですけれども、お客さんで預金口座を開きに来た人が、どうしても近親者の欄に記入してくれない人がいたみたいですね。そこで銀行員は言うわけですね。仮に預金されたまま、あなたに万一のことがあったらどうなさいますか？法的にあなたに一番近い近親者の方が受け取れるようにはしたくはありませんか？で、そのお客さんはイエスと答えますよね。その場合、私どもが迅速に手続きができるように、今あなたの近親者のお名前を伺っていくことが良いことだとは思いませんか？と尋ねるんですね。するとお客さんの態度は一変して、口座開設に必要な情報も全て書いてくれて、無事口座開設ができましたという話ですね。はい、人を説得する第5原則目、まとめますと、相手が即座にイエスと答える問題を選ぶということですね。はい、人を説得する12原則、第6原則目はですね、喋らせるということです。ここでの例え話はアメリカ屈指の自動車会社のお話ですね。その時、その自動車会社は内装用のあるパーツを1年分購入しようと考えてたみたいですね。そこで3つの、これまた大メーカーですよ、が見本を提出したみたいなんですね。で、自動車会社の重役たちが集まって、最終的な説明を聞いた上で契約をするから、各社に指定日時を伝えて訪ねてきてくださいっていうことを言ったみたいですね。で、その3つのメーカーである1つ、代表としてここで仮に A さんとしましょう。で、 A さんがですね、なんとその自動車会社を訪問する日に喉を痛めてしまったみたいなんですね。あろうことか、もうかすれ声すら出ないと。そこで会議に出向いた時に、1枚の紙に喉を痛めて声が出ませんということを書いて差し出したんですね。すると、まあこれは偶然のことではあるんですけれども、それを見た自動車会社の社長が、では君に代わって私が喋ってあげようということになったんですって。で、そのメーカーの A さんが資料を広げるじゃないですか。すると社長がまずその長所を褒め出したんですって。で、その場にいた重役たちから活発な意見が飛び出してきたんですって。だからポジティブな意見ですよ。
社長も社長でそのメーカーの A さんの代弁をしているものですから、ついつい A さんの味方になってしまったんですね。だから A さんはただただ微笑んでいたりだとかですね、あのうなずいてみたりだとかですね、そんなことしかしないだけで、なんと契約を取ってしまったという話なんですよ。だからポイントとしては、相手に喋らせることによってこちらの味方になってしまったということですね。面白いですね。あとはこの話はビジネスだけじゃないですよって、家庭でも応用できますよっていう話で、いつも言うことを聞かない子供がいたんですけれども、その子供の話を聞くことによって、その子供が心を開いてくれて言うことを聞くようになったという話もあったりするんですけれども、とにかく人を説得する第6原則目としてはですね、相手に喋らせるということでした。はい、人を説得する12原則、第7原則目はですね、思いつかせるです。これもなかなか面白い話があるんですけれども、あるところに大きい病院があったんですよ。その病院はですね、今現在も増築中で、そこの中にですね、アメリカ随一の X 線科を創設しようと考えていたところだったんですね。で、その情報を手に入れた X 線装置の、まあ、製造会社の人たちですね、そのセールスマンがもう雪崩のように押し寄せてくると、その X 線装置を売り込もうとしてですね、そのセールスマンの群れに責任者である、まあ、B 博士としましょう。 B 博士はですね、ほとほと困っていたようだったんですね。でもその大量のセールスマンの中に一人だけ巧妙な業者がいたみたいですね。当社では最新型の X 線装置を完成させましたと。ただあくまでも 100% 完全なものとは思っていませんと。より一層の改良を努力したい。つきましてはぜひとも B 博士のご見分を賜り、改良の方法についての意見を頂戴できれば誠に幸いでありますということをですね、手紙に書いてよこすわけですね。つまりはどういうことかというと、 B 博士にとってはですよ、もうほとんどの業者が自社の X 線装置の売り込みじゃないですか。その長所だけを述べていると。ただその中でも一つの業者は決して今の状態に満足してませんよって、まだまだ改良したいので、ぜひとも B 博士の意見を頂戴できませんかっていうお伺いの姿勢であったことですね。で、この B 博士がですね、デール・カーネギーの講習会でこう言ってたみたいなんですけども、この手紙は意外だったと。で、意外であると同時に嬉しくもあった。私はそれまで X 線装置について意見を求められたことは一度もなかった。この手紙は私に重要感を与えたのである。で、実際にその装置を見分して、その装置はもう見れば見るほど気に入ったと。私はそれを売りつけられたのではない。その装置の優秀さに惚れ込んで、自発的に自ら病院のために契約を結んだのだ。ということを言ってるんですね。はい、人を説得する第7原則目は、相手に思いつかせるでした。はい、人を説得する12原則、第8原則目はですね、人の身になるということですね。まあこの本でも何度か言っている通り、相手は間違っているかもしれないんですけれども、その肝心の相手がですね、自分自身は間違ってるとは思ってないということなんですよ。自分は正しいと思ってるんですよ。だからその相手を非難したところで何にも始まらないんですよ。非難というのはどんなバカでもできるんですよ。そして賢明な人というのは相手を理解しようとすることに努めるんですね。そのためにはですよ、人の身になって考えることが大事だっていうことですね。今回はパッパッと言ってしまいます。はい、人を説得する第8原則目としてはですね、人の身になるということですね。人を説得する12原則、第9原則目はですね、同情を寄せるです。ここで、口論や悪感情を消滅させて、相手に善意を持たせて、あなたの言うことをおとなしく聞かせてくれる魔法の言葉というものを紹介してるんですね。それは、あなたがそう思うのは最もです。もし私があなただったら、やはりそう思うでしょう。
こうやって話し始めることだということを言ってるんですね。どんなに意地悪な人でもこういう風に言われるとおとなしくなるものみたいですね。しかもこれって嘘とかではなくて本当にそうなるじゃないですか。というのも、もし本当にその人の立場になるということは、その人と全く同じ考えを持つということですから、この文句には 100% の誠意がこもるはずだということを言ってるんですね。だってそうですよね。もしアルカポネと同じ精神と同じ肉体を持って、同じ環境で育って、全く同じ経験を持つのだとしたら、アルカポネと寸分たがわぬ人間となり、全く同じ行動をするはずじゃないですか。ということで第9原則目のまとめとしては、相手の考えや希望に対して同情するということですね。人を説得する12原則第10原則目はですね、美しい心情に呼びかけるということですね。ここでも自動車会社の話なんですけれども、ある時に修理代を払わないお客さんがですね、6人ほどいたらしいんですよね。請求額全部に対して不承知なお客さんはいないんですけれども、それぞれが請求書の一部が不当だというふうに言ってるんですね。で、会社としては修理のたんびにサインをもらっているので、会社側としては落ち度はないと、そのように信じて請求書の通りに請求をしていたわけですね。ただ誰一人その支払いに応じないんですね。そこでその自動車会社の支配人がトーマスという人物にこの問題を解決するようにというふうに言ったんですね。そこでトーマスが取った行動というのが大きく分けて5段階あるんですけれども、まず一つ目に、遅延している修理代のことは一切触れずに、ただこれまでの会社のサービスを調査したいのだから訪れたんですということを言うんですね。2つ目、お客さんの話を全部聞いてみないことには会社のサービスの良し悪しの状態がわからないので、もしかしたら会社側にも何か手落ちの部分があるのかもしれないっていうことをはっきり伝えてるんですね。3つ目、私が知りたいのはお客さんの車のことであり、あなたの車についてはあなたが一番誰よりも知っており、あなたこそまさに権威だということを言ってるんですね。4つ目、相手に喋らせて、相手の期待通りに同情と期待を持って相手の言葉に耳を傾ける。で、最後の5つ目、相手喋りましたよね。喋って冷静になったところを見定めて、お客さんの公正な判断に訴えたんですね。つまりそのお客さんの美しい心情に呼びかけたんですね。私どもが至らぬためにご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんと。集金係の態度にはさぞやお気を悪くされたことでしょう。しかし今あなたと実際にこうやってお話できたことで、あなたの公正で寛容なお人柄にすっかり感心しましたと。そこで例の問題になっている請求書のことなんですけれども、これをあなたに訂正していただければ私も安心ですと。ぜひあなたが私どもの社長になったおつもりで訂正してください。万事お任せしてご訂正通りに取り計らわせていただきます。というふうに対応したみたいですね。そしてこれが見事に成功したみたいで、6人中ただ1人だけあくまでも不当だとして、その一部の金額を払わない人もいたみたいなんですけれども、他の5人はみんな気持ちよく全額を支払ったみたいですね。さらにはその後2年間の間にこの6人中6人すべてからですね、新車の注文があったみたいですよ。はい、それでは10原則目のまとめとしてはですね、人の美しい心情に呼びかけるということでした。はい、人を説得する第11原則目、それは演出を考えるということですね。とある大きな新聞会社にとって由々しき中傷問題が起きましたと。その新聞は広告ばかりで記事が非常に少ないから読者は興味を失っており、そんな新聞に広告を出しても効果は薄いという噂だったみたいですね。新聞社としては大至急対策を練ってこの噂の根を絶やさねばならない、そういう状況になったんですよね。で、この新聞社は平常の1日分の紙面から記事だけを抜き出してそれを分類して一冊の本にまとめて出版したみたいなんですよ。その本は1日
と題されて307ページもあって、当時の金額で優に2ドルはすると思われたみたいですね。それをわずか2セントで売り出したみたいなんですよ。この本はこの新聞社が面白い記事をたくさん載せてるということを知らしめることにもなって、結果としていい宣伝になってしまったんですよね。誠に鮮やかな演出ぶりと言わねばならないということを言ってますね。はい、というわけで第11原則目のまとめとしてはですね、演出を考えるということですね。人を説得する12原則、最後の12原則目は対抗意識を刺激するということですね。チャールズ・シュワッブという有名な人がいるんですけれども、まあそれはいいとして、このチャールズが担当している工場になかなか業績が上がらない工場があったみたいですね。そこでその工場長に尋ねてみるんですよ。最近なんか業績悪いなぁ。するとその工場長も言うわけですね。それがどうしてかわからないんですよね。脅したりすかしたりおだてたりいろんなことやってるんですけども、どうも調子悪いですね。そう話してるうちに、ちょうど昼勤番と夜勤番がこう入れ替わるタイミングだったみたいなんですね。そこで昼勤番の人にシュワッブは聞くわけですね。今日は何回異物を回したんだ？すると昼勤番の人が答えるんですよ。今日は6回です。するとシュワッブ、床に6という数字を大書きしてさっさとその工場を出てってしまうんですね。で、夜勤番の人が聞くじゃないですか。この6ってどういう意味なんだって言って、いや今日ボスが来て何回異物回したんだって言われるから6回ですよって言うと、6って書いてそのまま行っちゃったんだよっていうことを言うんですね。で、シュアップが翌朝にまたやってくると、書いてあった6という数字が消されていて7って書いてあったんですね。夜勤組の方が成績を上げたことになるんですよ。それを見た昼勤組は対抗意識を燃やして頑張って、退勤時には10って書いて帰ってったんですね。こうしてその工場の効率はですね、どん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 上がっていったみたいなんですよ。で、シュワップは後で言ってるんですね。仕事には競争心が大切であると、悪どい金儲けの競争ではなく自分の方が優れているんだという競争心を刺激することだということを言ってるんですね。はい、それでは最後の12原則目は対抗意識を刺激するということでした。はい、ということで今回もどうもありがとうございました。サワディカ。夢見ていますか、この国の未来を。もがいていますか、明日を生きるため。志高く駆け抜けた同志の